クポキリンプラザ大阪は、1987年から2008年まで、大阪府大阪市中央区祖江門町にあった複合文化ビルである。恵比寿橋の北東田元、キリン会館の跡地に建設され、1987年にオープンした。当時、キリンビールは企業イメージ工場のため、工場などがある拠点にその地域にふさわしい施設を運営する方針を打ち出し、 キリンプラザ大阪もその一環として建設された。同時期、大阪に工場を有するアサヒビールを抜いて地域トップシェアを獲得したことから、そのお礼としての意味合いもあったという。設計者として起用された高松晋によるハイテックで特徴的な外観のテーマは、明かりの塔。高さ約20メートルに及ぶ暗闘状の高塔は建物を大きく目立たせるために、 考えられたもので、夜間には内蔵された約5000本の蛍光管が灯された。また、3階にあるレストランの内装も高松が手掛けている。リドリー・スコット監督のハリウッド映画、ブラック・レインの撮影舞台にもなった。映画の中に、春光当時の建物の姿を見ることができる。さらに、この映画を見たイスラエルの実業家から高松が、 建築物の設計を依頼されることにもつながったという。館内の施設で最も大きな面積を占める4階と6階の天井の高いギャラリーでは、主に現代美術、建築、デザインなどの展覧会を開催。会館当初は運営委員会を設け、オリジナルの企画が行われていたほか、1990年から2003年まで、キリンプラザ大阪コンテンポラリーアワード。 キリンコンテンポラリーアワード、キリンアートアワードを実施するなど、芸術、文化振興にも取り組んでいた。しかし、時間が経過しても、キリンビールの施設であるという認知が上がらなかったことも、あり、建物の改修計画が浮上。かつて、パイロットショップ、ハートランドを手掛けた、建築家の木下道郎も参画して、計画をまとめ、2000年にリニューアルオープンした。 このリニューアルは一定の成果を収めたが、賃貸契約の満了と回収に伴うコスト負担の問題から2007年10月末をもって閉館2008年9月に解体工事が着工された。跡地はマルベニの出資する特定目的会社が取得。商業ビルルス震災場所が建設され、各テナントとしてスウェーデンのアパレル会社 H&M が2010年3月6日に、 オープン、同年7月17日にグランドオープンした。新ビルについては、住友商事新斎橋ビルを参照。キリン会館時代からのテナントも入居していた。現、キリンホールディングス。2007年7月に持ち株会社制へ移行している。ちなみに第一弾は、千歳工場内に建設されたレストラン併設の温室。 日経アーキテクチャ2001年1月8日、599ページ。新建築1988年1月号238ページ。AB 日経アーキテクチャ2001年1月8日、595ページ。日経アーキテクチャ2001年1月8日、598ページ。大阪、新西橋の都市型商業ビル計画丸上に、ライブドアニュース。 商店建築1988年1月号134ページ。AB 朝日新聞デジタル。道頓堀のキッチュなポストモダン誕生20年、解体へ。2014年12月13日閲覧。南波経済新聞。丸べに、道頓堀、キリンプラザ跡地を取得、都市型商業ビルを来週開業。2008年3月12日閲覧。丸べに、 都市型商業ビル、ラズ震災橋大阪南恵比寿橋に2010年7月17日、グランドオープン。2014年9月20日閲覧。ありがとうございます。